9時次,次郎10月1日から1939年8月21日は昭和初期にアマチュア野球で活躍した日本の野球選手である。函館のクラブチーム、函館太陽クラブで活躍したが、試合中に送球を頭に受け死亡した。岩手県森岡市出身。森岡中学を卒業後、早稲田大学に進学。 身長五尺九寸の恵まれた体格と強権の持ち主で在学中からリーダーシップを発揮。また、野球部監督の日田水州に浸水し、一級実行をザウの命としていた。大学卒業後は、北海道函館市の函館水電に入社、同社に勤めながら、函館太陽クラブでプレーした。1927年には、函館水電を退社し、 くじ運動具店を開業。店主として10人近くの従業員を雇う企業家としても活躍。1934年にアメリカ選抜チームが来日するために結成された全日本チームに招兵されたくじは全日本のエースであった沢村英二とバッテリーを組み、アメリカ選抜チームを苦戦させた。 ちなみにアメリカチームを1失点に抑えた静岡草薙球場での一戦においてその一点となるルーゲーリグの本類打の球はその試合で初めて沢村がク時のサインに首を振ったものであったが直後にクジがマウンドに向かって沢村と相談しており最終的にどちらの意図する投球であったかは現在になっても分かっていない同年全日本チームを核として職業野球チーム 第日本東京野球クラブ結成するにあたり、選手、首相としての参加を要請されたが、参加を辞退、アマチュア野球の発展に貢献しようとした。これには、理由があり、同年3月に、函館を襲った大火、函館大火により、死が壊滅的なダメージを受けており、函館を離れようという踏ん切りがつかなかったためである。函館太陽クラブはこの年の、 都市対抗野球大会の出場権を得ていたが、これを辞退した。この年、函館市議会に欠員が生じたため、日米野球の函館開催に尽力し、函館復興に心血を注いだくじを政治の場に、との声が上がる。本人は、議員なんて、似つかわしくないと発言しており、積極的な選挙活動は、一切行わなかったが、トップ当選で函館市議となった。 函館市議会員としてのくじの功績として、野球場やテニスコート、スキージャンプ台を兼ね揃えた函館市民運動場の設計がある。くじ二郎の墓百9 3 9年8月19日、選手兼任監督として札幌市演山球場での札幌クラブとの試合に臨み、くじは5回の守備からファーストについていた。1から2とリードをされて迎えた7回。 死球で一塁に歩く際、ホームベース上で次の打者に指示を与えようと振り向いた、瞬間、走者が飛び出した二塁に向けて投げられた相手保守の牽制球が右の米紙を直撃、ホームベース上に倒れ込みそのまま動かず、そのまま私立札幌病院に運ばれたが二日後、頭蓋骨破損による脳出血でついに帰らぬ人となった。 九時の棺を乗せた列車は札幌から函館に向かったが、停車駅ごとに熱烈な野球ファンが駅に詰めかけて九時の死を惜しんだと言われている。九時の墓は函館市の商業寺に建てられ、その形はボールをかたどったものとなっている。函館市オーシャンスタジアムにある旧聖九時二郎の像、九時の闘志あふれるプレーを称え、都市対抗野球大会では第十八回大会から、 関東賞、九次賞を設けた。1959年に創設された野球伝道では、勝利木松太郎や沢村英二らと並び、第1回の伝道入り選手となった。函館オーシャンスタジアムには九字がミットを構えている銅像が建てられているが、その銅像は全日本で一緒にプレーし、東京巨人軍入りを強く推薦した、ビクトル・スタルヒンの銅像が立つ。 旭川スタル品球場の方角を向いている。ありがとうございます。